続いては高松市住宅耐震対策事業について建築指導課の脇島さんにお話をお伺いしたいと思います。脇島さん、高松でも南海トラフ地震、これの発生が心配されてますよね。はい、東海沖から四国沖を震源とする南海トラフ地震が発生する確率は今後30年以内に 70% から 80% と言われており、高松市では最大震度6強の揺れが予想されています。いつ発生してもおかしくない大地震から生命と財産を守るためには、現在お住まいの住宅の安全性を確認し、倒壊の危険性がある場合は地震に耐えられるよう補強を行うことが重要なんです。なるほど。では一体どのような住宅が耐震化の必要があるんでしょうか。はい、建物の耐震性能に関する基準は昭和56年5月に大きく改正されました。昭和56年以前の改正前の基準で建てられた建物は耐震性能が低く、大地震が発生した場合倒壊の可能性がありますので耐震化の必要があります。実際平成28年の熊本地震で大きな被害を受けた益城町中心部では昭和56年以前に建てられた建物の約半数が倒壊または大破しています。そこで本市では耐震診断、耐震改修工事にかかる費用の一部を補助し、地震に対する住宅の安全性向上を図っています。へー、そういった住宅の耐震化、こういったものに関しての補助もあるんですね。ではそういった補助金、これについて詳しく教えていただいていいですか。はい、補助の対象となる住宅は昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅、長屋建て住宅、併用住宅で、対象者は市内にこれらの住宅を所有する人、または所有者の承諾を得た人です。次に補助内容ですが、高松市の場合、耐震診断、耐震改修工事、簡易耐震改修工事、耐震シェルター等設置工事について補助を行っています。耐震診断では大地震に対して住宅が倒壊しないかを所定の講習を受けた建築さんが判定します。この場合9万円を限度にかかった費用の10分の9に相当する額を補助します。耐震改修工事では耐震診断により倒壊する危険性があると評価された住宅に対し、地震で倒壊することがないレベルまで安全性の向上を図ります。この場合100万円を限度に費用の全額を補助します。その他に家屋倒壊の危険性を低くするための簡易耐震改修工事や耐震シェルターなど命を守るための装置の設置についても補助を行っています。はあ、いろいろな補助金があるんですね。でも改修工事って実際負担ってものすごく大きいと思うんです。そのあたりで何か補助額の増額とかそういったものってないんですかね。はい、住宅の耐震化をより進めていくため今年度より耐震改修工事の補助限度額を90万円から100万円増額しました。ご自宅の耐震化を検討されている方はこの機会にぜひ補助制度をご活用ください。10万円も増額されるんですか。これはぜひご活用いただきたいですね。ではその補助の申請、これはいつまで受付されているんでしょうか。はい、補助申請の受付は耐震診断が令和3年12月17日までとなっております。耐震改修工事や簡易耐震改修工事、耐震シェルター等設置工事については令和3年11月26日までです。なお補助申請は予算がなくなり次第受付を終了しますのでご了承ください。なおこれらの補助制度では代理受領制度が利用できます。代理受領制度とは、申請者は工事費から補助金を差し引いた実質負担額だけ支払いし、施工者等が申請者の代理として補助金を受け取る制度です。この制度を利用することで申請者の当初の費用負担を軽減することができます。大地震はいつ発生するか分かりません。大切な命と財産を守るためにも補助制度を活用してご自宅の耐震化を行いましょう。